何これ混んでんの。うわやった、あっちゃ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 、こうあーラオスね、警察の現場検証があるまでね車を動かせないんですよ、事故ったら。バンビエンサムニエクですね、バンビエンの、北野さんサロン、あそこで完全にあれトラックのね、不注意だと思うんですけどね。いやー怖や怖や、あ気をつけよう。お疲れ様、イノブチャンネルです。3月1日、本日2本目の動画になります。本日2本目の動画、こちらはですね、昨日おとといかな、おとといね、上げたアンサー動画にね、ご覧いただいた方からね、メールでね、ご意見いただきまして、まあ、ちょっとね、メールでいただいたね、ご意見が、なかなかね、興味深かったんで、ちょっとね、ご紹介してみようかなと思います。というかね、これね、メールを晒す動画ですね。はい。ですね、2ついただいたんですけども、2ついただきました。1つ目はですね、動画では自分は共産主義者ではないと、言っていたが、反米親中思想を持っているのが透けて見えて笑える。普通の生活を送っていれば、中国共産党の存在、中国共産党は存在すべきものではないことが、ことは普通に理解できるはず、本人は分かっていないようなので、教えてやるけど左に偏った思想を持つ人間が情報発信することは日本の国益を損ねかねない危険な行為なので、動画投稿は控えるべきというね、ご意見をいただきました。はい、まあね、これ多分あれですね、アンサー動画の中で、ラオスの石化っていうところでね、ちょっと触れたんですけどね、でそこでね、多分なんていうんですかね、中国共産党がね、アメリカの思惑通りね、20年先に、瓦解して崩壊した時にですね、崩壊した時に、その、なんですかね、中国人民のね、上にこう、負担になって重しになってる、共産党がなくなったら、そのパンドラの箱がね、パカンって開いちゃって、すごい世界が現れるんじゃないか、それがちょっとね、恐ろしいっていうふうなことをね、僕は言いたいですけどね、まあ、そこの辺でね、この方ね、こういったご意見をね、寄せていただいたんだと思います。まあまあね、そうですね、まずね、あれですね、僕はね、共産主義者ではないっていうのはね、これね、全くね、政治的な思想がね、ないんで、共産主義者ではありません。これはね、間違いないです。で、あとね、左に偏った思想、ああ、そっか、全くね、政治的な思想がないっていう、これちょっと語弊がありましたね、すみません、間違えました。僕はね、前の動画でもね、ちょっとお話したんですけども、どっちかっていうとね、右寄りです。愛国主義者です。愛国主義者なんで、まあ、なんていうのかな、まあまあね、端的に言えば右翼ですよね。右翼がかった思想を持っていると思います。だけどね、前の動画でもお話ししたんですけども、いわゆるあれですよね、今、ネトウヨとかって言われてる方っていうのは、国粋主義者だと思うんですよね。国粋と愛国っていうのは僕は違うと思っていて、例えばね、国粋主義者もね、愛国主義者も、今ね、10杯人からげにして、右翼っていうふうに、カテゴライズされがちだと思うんですけども、多分ね、多分っていうか、周りにもね、国粋の方が、ね、結構いっぱいいるんですよね。で、国粋の、ね、方とね、話をしてもね、全く僕ね、意見が合わないんですね。で、なぜなら、まあ、僕の思うね、愛国主義は、自分の国
愛するのと同じぐらいね、あの他の人の、あの他国の人がね、その国を愛するのをね、理解できるんですよね。で、全くもってね、それであの書く必要はないと思うんですけども、だからね、右翼って言ったらね、どうしても構成的なイメージがあるかもしれないんですけど、僕は全くもってね、そういったあの、なんですかね、まあ、よその、まあ、例えばね、あの、東アジアのね、隣国とかね、大陸ですね、大国ですね、あの辺とかをね、バシバシとね、いわゆるネトウヨって言われる人がね、叩いてますけど、まあ、それを見ててもね、へーっと思いますね。うん、まあ、それ、叩いてる内容をね、あの、面白おかしく見てるだけで、まあ、あえてね、物申そうともね、思わないんですけども、まあ、こんな考え方もあるんだと思ってます。まあ、とにかくですね、僕は、ですね、左翼ではないんで、まあ、その辺はね、お間違いなくご理解いただきたいと思います。でね、もう一個の方なんですけども、ラオスで日本人がモテるかという、言うと正直モテます、実際僕はかなり良い思いをしました。道を歩いてただけで、金顔の声をかけられ、あっちこっちでただ飯を振る舞ってもらいました、中国、韓国人が相場を上げた夜のお店でも、日本人だからと値引きしてもらいましたが、ベスト、ラオスで日本人がモテないというわけではなく、あんたが人気ないだけだろうよ、わらという、そうかもしれないですね。僕は人気ないだけかもしれないですね。うん、まあけどね、あとね、この、なんて、金顔っていうのはね、だいぶね、これ、この習慣で、ね、廃れてきましたね。うん、なぜならね、まあ、アジア人でね、バックパックしょってるのが日本人だバックがメインだった時代ですね。あの時代にね、まあ、こんな感じでね、ただ飯をね、ガツ食いするね、旅行者がね、いたんですよ。で、一応ラオス人の習慣として、知り合いとか、まあまあね、ご飯食べてる時に誰かが通ったらね、金顔ですね、ご飯食べようっていう声をかける習慣はあります。だけどね、金顔っていうのと、セットでね、スンセーブ、美味しく召し上がれっていうね、まあこういったね、様式みたいなのがあるんですね。で、金顔って言われて、ただ飯ゲットチャンスってね、ガツ食いする旅行者が増えすぎちゃって、まあ、要はね、家族とかでね、食べる分の、食事を用意してて、で金顔ってうっかり言っちゃったばっかりに、その家族の分まで、急にね、参戦してきた日本人が、みんな平らげちゃって、でしかも、まあ、僕もね、時々ね、金顔って言われたらね、ちょこっとね、参加することはあります。あるんですけども、味見するぐらいですね、一口二口、多分、あ、これないっつって、食べることないわって、で食べて、あ、これ美味しいね、とか、ちょっと辛いな、とか言って、で、ありがとうって。で、例えばね、がっつりね、食事に参加するときは、僕もね、なんかを持ち込みます。で、持ち込むなり、まあ、そういうときは大概ね、酒飲んでるんで、酒をね、何本か、そこの、まあ、宴会の中に、ね、提供して、で、一緒に楽しむようにしてます。だから、フリーライドはね、しないようにしてます。で、まあまあね、その、金貨を釣ってね、ただ飯食えたからね、持ってたかどうかっていうのはどうかと思いますね。で、あとね、夜の店で、日本人だからってね、てもらったと、どうやって持てたってことなんですかね。それはどうなんだろう。まあ安く上がったからね、持てた日本人だから優遇してもらったっていうことなのかな。それともね、この方がね、結構ね、激しい値を入れてね、なんとか安くって、ち
とちょっとでも安くっていう風にね、しつこく粘った結果ね、あのもうしぶしぶね、めんどくせえなと思って、値段を下げてるかもしれないですね。で、まあ、多分ね、そういったね、夜のあの、夜っぽいお店でね、あんまり必要にね、値引き交渉するとね、多分ね、その先のサービスの低下にね、つながると思います。あの、その辺はね、多分スマートにね、遊んだ方が、結果的にはね、得をするんじゃないかなと、僕は思います。多分ですよ、僕はあの、値札がついた人間にちょっとあの、興味がないんで、その辺はね、経験がないんですけれども、まあ、20年近いね、東南アジア生活の、経験則からね、まあそれが答えなんじゃないかなと思ってます。うん、まあね、ちょっとね、興味深いね、ご意見、あの、2つもいただいてきましたので、まあ、ご紹介とかね、まあ、さらしちゃいました。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。